はい、どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回取り扱うアニメ本編をご用意いただき、一緒に再生してリアクションをしていきましょう。ということで今回はテンスラ見ていきたいと思います。いや、前回がね、まあほぼほぼ丸々1話会議会談が描かれまして、まあ、最終的には、まあ、いろんな駆け引きなんか途中にありましたけれども、最終的には魔導王朝のサリオンと国交樹立ということで、テンペストの陣営がまた一つ大きくなった形ですね。それでやっと今回おそらくラミリスが来た理由っていうのが描かれるかなというふうに思ってますので、そこのところね、注目して見ていければなというふうに思います。では早速カウントダウンしていきます。3、2、1。はい、うんうん、人類国家3つ目ね。あら、まだ終わってない。ああ、そっか、ラミリスの話ね。それね。あ、一緒に来たゴーレム。あ、女だったんだね。かっこいいね。どれだけ強いんだろう。うん。乙女なんだね。うん。いや、もう3回ぐらい聞いてるよ、それ。早く教えてよ。だから今回、やっと描かれるわけか。なんでなんだろうね。だから、前回、前々回と、こう、クレーマンとか、ラプラスが口にしてた、ワルプルギスっていうのが関わってくるとは思うんだけど。それによってテンペストが滅びちゃうっていうのがどう結びつくのかっていうところがまだ分かんないですね。ラミリスと一緒に来たあのゴーレムはどれぐらい強いんだろう。名前ついてたっけか。でも前回のまんまでいくと、もうミューランが生きてる時点でクレーマンの計画がもううまくいかないことになるから、そこんとこどうかだよね。あと勇気やひなたが今後また出てくるのかどうかっていうのも気になるな。うんうん。発動？それね。宴。会合。
確かに。ああ、フレート、ミリム。え、リムルのことだよね。カリオンの裏、ああ、だから前回言ってたやつだよね、クレイマンが。でも。あら、やっぱそうなんだ。そうだよね。そっか、ラミリスはこれを知らないで来たのね。どうした？そうだね。ばあちゃんの名にかけて。3日後。ベレッタって言うんだね。自由。ベレッタのことを気に入ってんだね、ラミリスは。あ、久々のお風呂会。あ なんかいいね。なんかいいわ。
トレーニーさんたちも。あの妹っぽいのはトライヤさんっていうのか。男。ああ、そういうことか。あ、そうなんだね。軽って。うん。錆びないの。ベレッタ。お風呂入るんだね、一応ね。あ、てか、うわ、着物いいね、浴衣。誰かと。よかったんだね。面倒。わあ、うまそうだ。腹減る。いいね。迫力満点なんだけど。2匹。何だったの。いや、もうすごいことになってたけど。
なるほどね。こうやって広めてくれるわけだ。誰だ？あの魔法使いの。なんだっけ、ラーメン。ラーメン。あ、ラーゼンだ、ラーゼン。あいつか、あのじいちゃん。そんなミス。そんなすごい人だったの、あれ。いや、ラーメンじゃない。体変わったんだよね、確かね。うん。強っ。ディアブロやば。いや、信用されてるんだよ。余裕でしょ。うん。こうやって伝えてんの？すごい。ヤムザ。
ほう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 。なんかいろんなのがいるね。あれが一番強いんだ。どこ？ユーラザニアか。ああ、そっか、言ってたな、そういえば最後、前回。うん。だから数でしょ、数。なるほどね。そうか、クレーマンがユーラザニアを、ね、狙うっていうのは前回のラストで言ってた内容ですよね。でも首都滅んであと難民ばっかりしか残ってないってことはもうまともに戦えないからユーラザニアとしてはやられるしかないっすよね。誰か助けに来てくれたりすんのかな。あとワルプルギスに魔王が募るってことは何気にあの例のレオンも来るってことですよね。全然素性がわからないから気になるな。ちゃんと喋ってるところもあんまり見たことないし。海鮮前夜。はい、ということで終わりましたね。まあ、今回もまあ会議っていうよりかはやっぱりまあ、うん、作戦会議会議かっていうような内容で終わりましたね。まあ、ラミニスがすごいいいキャラだったっていうのは相変わらずだったですけど、あと何気に最後の方でチラッと出てきたラーゼンを一瞬で抹殺したディアブロってやっぱりめちゃめちゃ強いんですね。ラーゼンとディアブロの戦いをもう一回ちょっと見直したくなりましたね。まあということでクレーマンがね、あのユーラザニアを首都以外の残っているところをこう狙ってるっていう話で進んでて、もう行動に移ってるような感じだったので、それをどう防ぐかどうかっていうのが今後のまず話の中心になってくるんじゃないですかね。ということで、ここまでご一緒にリアクションいただいた方どうもありがとうございました。また次回以降も見ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではこれでございました。バイバイ。